溝の口にやってまいりました。鈴屋さんです。鈴屋本店さんにお邪魔したいと思います。ではお邪魔します。こんばんは。魚介類がメインなので、はい、なるほど。鈴屋さんはお魚が結構推しというか、お魚はそうですね、昔から推しで、なるほど。今度はもうお野菜とか、なるほどですね。普通の魚介メインなので、少しちょっと一手間加えるものを素敵です。やります。はい、すごい。これ毎日書いてるんですか？そうですね、はい、日替わりメニューがありますね。え、飲んでいいんですか？はい、生ビール一つ。はい、いつも結構私は一人で飲むことが多いので、なんだろう、今日も頑張ったなっていう、このお疲れビールを待つ瞬間すらもう私は幸せです。いつも飲んでの答えみたいになっちゃいました。こんなんでいいんですかね。清水さんです。イエーイ。質問ですか？鈴屋さんのこんなところがいいよみたいな、一押しポイントか、こんなところが俺は気に入ってるぞというの。はい、店長のゆばちゃんっていうのがいるんですけど、ゆばちゃんさん、ゆばちゃんさんは元中華の料理人で、はい、ここのお店にしかない鈴屋さんの中で、はい、春巻きめっちゃうまい。あ、まあ野菜とか、はい、基本的に社長さんがやっぱ地産地消にこだわってるので、はい、地元の野菜を使われてるっていうところがやっぱり新鮮野菜だし、うん、やっぱり食材が新鮮なので美味しいです、はい、そうです。なんか川崎市って野菜あるんだみたいなイメージってあるでしょ？はい、あります、あります、あります。なんか結構川崎って都会っぽく思われてて、畑とかもないイメージなんですけど、うん、結構この周りね、すぐ畑ある。あ、本当ですか？うん、すぐ畑ある。もう本当に歩いて5分ぐらいしたら畑なんで、地産地消っていうのは結構出来上がるんですよね、川崎市っていうのは。カツオ、生ウニ、カンパチ、上がキメダイ、真ん中がアレタです。鈴屋本店の店長さんですね。週の月曜日だけ一日お休みさせていただいてます。はい、それ以外は元気に営業しておりますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、いただきます。どう美味しい？早いですね。どうが早い？早い。入れた瞬間に味が。え、で、どうで、おいしい、めちゃめちゃ脂乗ってる。どうよ、鈴屋さんはね、やっぱお刺身にお野菜っていうところが。お野菜ね、お野菜いきました。新鮮な地元の天ぷらと生野菜ですかね、おひたし、うん、来ました。この近所の近くの農園さんということで。そうですね、なかなか食べる機会ないかなって思うんですけど、まあなかなかね、川崎の野菜って言われてもピンとこない人が多いと思う、うん、この塩は他の塩よりも天ぷらの素材の味を引き立たせる系の塩なんで。聞いてます？おいしい。トマト、噂の、はい、ゆばさん特製の手作りだ。これ中何入ってるんですか？中はですね、豚のひき肉、たけのこ、人参、ネギ、しめじ。これはね、本当にね、みんな美味しい。うん、美味しいでしょ。そう、やっぱりこう中華経験がある人の春巻きはね、ここの本店にしかないんで、これはもう本当にこれはもう絶対おすすめです。あ、ごめんなさい、またちょっと話が、ごめんなさい。本日もフラットさんが行く、ありがとうございました。皆さん高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。